どうもーとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。さあ始まりました、はい、ピスタチオのエトスパトスロゴスでございます。よろしくお願いします。お願いいたします。どうも。さあこちらの番組はですね、はい、我々ピスタチオが、はい、キコーナさん2店舗に行きまして、はい、ジャグラーを打ってですね、はい、もうとにかくペカらして、はい、39ポイント目指そうという番組でございます、はい、そうです。で、途中ですね、1人1回ゴーゴースペシャルチャンスというのがございまして、はい、ペカった瞬間に、ビッグかレギュラーが宣告して、はい、見事当てたらプラス5ポイントつくという。お、はい、ということで本日 2店舗目ですね、はい、こちらキコーナ府中店さんに、来ております。よろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、さあ1店舗目キコーナ平井店さん行きまして、はい、合計の点数が17ポイントでございます。17ポイント。そう、ただこれ、はい、17ポイントね、ゴーゴースペシャルチャンス、はい、どっちも外して17だったんで、はい、まあ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 いい流れで来てるんじゃないでしょうか。そうですね、光り方的には良かったですね。そう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 、はい、そう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 、もう今回そして、うん、最終回でございます。お、本当に今日で終わりで。本当ですか。はい、実感はないですよ、すごいどうします、考えますか一回。いや、まあでも終わらせないパターンもあるんじゃないします。え、終わらせないようにしますか。いやそれこっちの一存じゃないのよ、ね、僕らこうやって話してるけど、僕らも YouTube チャンネルやってるんで、うん、勝手にこの企画まるまるパクって僕たちの YouTube でやっていいんだったらいいですよ、じゃあなんかやりますよってことですよ関係ないんだからこれも。まあね、もしかしたらシーズン2は別に僕らの YouTube チャンネルやったっていいんですよ、うん、だったらやったしやるかもしれない。それでいいんです。それでもうすごい視聴回数いっても知らないですよっていうことですよ。それは勝手にコーナーさん回って。そうですよ、やってるかもしれないけど。はい、そうですよ。まあまあとりあえず今日は、はい、エトスパトスロゴスは一応最終回ということで、もう最後ですからちょっと考えたし一体ちょっとじゃあ結論出たら教えてよ。ちょっと出ました。出た。どうなった。終わらせない。これ終わらせない。もうまあまあまあ、まあ、終わらせな、なんなのさっきから。終わらせない。ねえ、終わらせない。いじっちゃう。ですか。適当にも程があるって。ちょっと終わらせたくない。何それ。え、今日ちょっとオープニング長いよ、最終回だからって。スタッフさん早くしろっていう感じだし、だってスタッフさん終わっちゃうのだと行くよ、もう行くよ。とりあえず行きます。いいんだね、じゃあ終わらせて。とりあえず行きます。行きましょう、もうとりあえずってその行って、ただこれでさ、もう行くよとりあえずって言って俺と一緒ですよ、ね、行って出てきてまたこれやってるかもしれない。行きました。行きますか。じゃあ行きましょう、とりあえず。はいはいはい、というわけで頑張ります。ファイト。さあ入ってきましたけども、はい、ちょっと結構混んでるよ。混んでますね、うん、今日も。まあどっかあります、なんか気になる台。もう超混んでるからしょうがないもんね。じゃあそうなのよ、パチンコ行こうか。じゃあ最終回だから、せっかくだからジャグラー打とうよ。それはどうしたの。えブリッコしてる、もしかして。ブリッコしてる。あ、じゃあね、36歳のブリッコです、いやすごい。やだ、見てらんないな。やだな、やだ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 ダメですか。可愛いってなんないよ。ダメですね。誰もなんないよ。なるほど、勘弁してよ。どうしよう、何を。どうしましょう。なるほど、やはりこの台は小沢好みですよ、これ。うん、114ね。114で605回。なかなか、なかなかよ。なかなかハマってるでしょ。こう言ってこだね。かー言ってこだからのこうがあるから、かー言ってこからのこう、かかかかぐるるるっと地面から一回出てブラジルついちゃったってなって。絶好調ありますから。素晴らしい小田さん、こっちブラジルだったの。小田さん、相方のしょうもないボケを絶賛をやめてよ。いいじゃないの。しょうもないことやめなさいって言ってくれないと恥ずかしくなりますから。今のは最高でしたよ。どうしましょう。最後負けたくないもんだって。最後そうね、終わり良ければ全てよしみたいなところありますから。最後勝たないとちょっとダメだもんこれ。私ここでいいですか。いいですよ、決めちゃって。いいですよ、じゃあ決めちゃいますね。あ、これもある、これもあるよ、これもある、これもある。あ、じゃあこれにしようかな。隣で
あ、いいね。これもあるよ。じゃあ、じゃあこっちは。オッケー。隣で。あ、じゃあこれでいきます。これでいきます。隣だし。隣でいきましょう。最後ぐらい隣でね。そうだね。はい。さあ、ということで。よし、行きましょう。もう最後でございます。行きましょう。うちに行きましょうか。せーの。せーの。せーの。よし。あならず。いやでも小沢さんさ、はい、ちょっと出てからハマった台好きじゃん。うん、で今日もね、600ハマってる台打ってるけど、うん、なんか、ね、俺も結構好きだったんだけど、そういう台、うん、なんかそういう台なんかハマるイメージできちゃったんだよね、このエトスパトスロゴス、やってて、やり始めてから。なるほど。エトスパトスロゴスの歴史はハメた歴史でもあるもんね。そうなのよ、一個ね。でも、まあ、やっぱ700回地獄だみたいなこと言ってたけど、はい、ここから700ハマっても100だからね、うん、そうよ。そうだ、そんなに何だろう、全然いいよそれは。苦しくないじゃん。だからなんかメンタル、まあ、0回転から1000はめんのとはわけ違うからね。そう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 、だからメンタルが持つという、こっちの方が。まあね。うん、伊地さんはなぜその台を選んだんですか。え、隣だったかしょ、小沢さんの。あら、意外とシンプル。隣だったし、確率がまだ全然回ってないから、うん、あれだけど、うん、確率は110何分の1だったんで、合算値は。あらら、別にこのまんま行けば悪くないと。なるほどね。あとやっぱ気候な府中店さんはやっぱ端っこ2台がいいという。ただ俺らが打つだけなんだけど、それはね、なんとなくね。でもやっぱ今日も出てますよね。え、うん、出てるでしょ。しかも座ってる方が結構常連さんの方で。そうね、僕が結構話しかけてきて、うん、くれる方なんで、はい、最悪ちょっとどいてくれっていう交渉はしようかなと。ダメです。まあそのカメラで映ってないんで、うん、分かりました。早い。ありがとうございます。素晴らしい。ありがとうございます。すいません、いきます。ネギ割れした。まあ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 、まあ、この確率がね、うん、そうなの。4ビッグ4回バケ1回の台で座っちゃってますんで、うん、これはまあ致し方ないかなと。伊地さん今日は2店舗とも幸先がいいね。うん、ただね、飲まれちゃったりしてて、ね、そうね、全然プラスにはそこまでなってないんですよね。うん、結局ねやっぱ落ちちゃうよね、伊地さんって。落ちちゃいますね。だから向いてないんですよ本当は、スロット本当は。でも楽しい。うん、打っちゃいますね。楽しいからね。一応最終回じゃないですか、はい、今日で。どうでしたかシーズン2は。思い出ね、シーズン2の、うん、でもシーズン2は比較的穏やかにできたから、うん、そんなに負けなかった、うん、俺の中で。まあそうだね、シーズン2は。1はちょっとエグかったもんね。エグかった1はマジで、うん、マジでトータル10じゃ効かないからねシーズン1は、うん、あれでちょっとプライベートでも行き始めたもん、ね、うんうん、この番組のおかげで。そうなんだよ。そんでこの番組きっかけでまたスロットに出ちゃって、うん、1月30負けてんだからこっちはプライベートでかっこいいね。そっからのスタートよ。番組で10、プライベートで30、確かに40負けての、うん、から始まってるから僕は。確かに。小田さんどうだった。でもやっぱね、シーズン2のね、やっぱ一番の思い出は、はい、これの収録の日に私の息子の誕生日を迎えたね。1歳の。そう、誕生日違うとあれでしょ、生まれたんでしょ。生まれたんです、はい、このエトスパタスロゴスの収録の日で。そうだよね。うん、未だにだから奥さんから写真で送られてくるんですよ。なんて、今日で何ヶ月だよとか、うんうんうん、やっぱその写真見るたびに、その写真を見てパワーをもらって、はい、この収録に来てますから。だからお父さんにね、そのね、子供生まれたじゃん、うん、その父親になったわけじゃん、うん、その、まあ、近くで見ててさ、うん、その父親になったけど、その小沢さんのその変わってる姿が全く分かんないわけよ。そのなんか、はいはい、おざ父親らしくなったなとかさ、はいはいはい、なんかこういうとこ変わったなって普通なると思うんだよね、うん、でも小沢さん全くそこが感じられないから。あ、そうですか。父親としては変わったことあるの小沢さん。いや、ありますよもちろん。
どこ変わったのよ。やっぱそれはお金が大事ですから、やっぱり、はい、今まではね独り身だから、はい、好きなようにお金使って、はい、チャランポランしてましたけど、はい、やっぱもう後輩からご飯誘われてももう断るようになりました。やっぱそれなんでですか。それはえお金がもったいないから。それは自分勝手、小沢さん。それはだから逆にその芸人としてさ、うん、そこは断らないで仕事でもっと稼げばいいんじゃないですかっていう話でしょ。いやだからもうお金大事だから。断っちゃってるの。それは断るよ。それはダサいですよ、小沢さん。断る勇気、断る勇気はいらないんだよ。ノーと言える勇気。もっと頑張ってくださいよ、そこ。まあ伊地さん昨日までね釣りで長崎行ってましたからね、一人のお仕事、まあはいはい、素晴らしいじゃないですか、ね、やっぱ一人のお仕事ですからね、伊地さんは。最近一人でいることの方が悲しいよ、俺は。一人でいると悲しいよ、小沢さんと、うん、頑張ってきたのに、うん、一人で悲しいよね。一人で洋服作って、今日だってこのロケ終わったら、うん、事務所行くんだわ今日だって俺。アパレルの作業しなきゃいけないんだよ今日だって。いいじゃない。大変だよ。いいじゃないの。この今日は延長できないんだから俺。あれ宣言した。この後アパレルあるんだから。宣言した。そうですよ。お忙しい。お忙しいじゃないのよ、小沢さん。じゃあ一緒に作ればよかったじゃん、小沢さん。そんな洋服一緒に作ればいいじゃん。これデザインしてあげようか。何ができんだっていう話を小沢さんじゃ入れて。あ、光った、ほら。でーしゃい。いいよ。でかい。はいよ。いいよ。今日のお洋服の打ち合わせは何ですか。いや打ち合わせの一人でやるの。え、一人で何すんの。作業。はい。どんなことするんですか。ミシンを一人で。はい。え、ミシン。ミシンを、はい、縫い付けなきゃいけない。自分で。はい。そういうのって業者の方がやってくれるんじゃないんですか。ちょっとあの業者に何件か頼んだんですけど、うん、ちょっとあの出来に満足しなかったので自分でやろうかなと。素晴らしいね。お金払って、うん、出来に満足しなかったらちょっとイライラするんで、はい、自分でやろうかなということで。あ、素晴らしいですね。そうです、はい、自分でやってるんですね。時間と手間をかければなんかあの納得するものができるんで。なるほど、はい、素晴らしいね。そうです、はい、伊地さん自分でやってますので皆さんぜひ。そうですね、はい、あのラットレイシーで検索してください。 お願いいたします。よろしくお願いします。それをだからね、うん、小沢さんが平気でね、うん、早くちょうだいよその服って軽々しく言われたら非常に腹立つ。あ、そうなんですか。ちゃんと私が愛を込めて、うん、我が子を、うん、我が子平気で言われてくるからね、小沢は。何も苦労を知らないやつに。いやでも欲しいからさ。腹が立つよね。だから言ってるじゃないですか、あのオンラインストアで売ってますよって。え、オンラインストアで売ってますよって言ってるんだから。うん、いやでもそのそれは小沢さんが言ってるのはあれですよ。だから何、はい、光りました。はい、来ました。あ、来た。はい、光りました。まあね、まあね、まあそうなのよ。バランス考えたらそうなのよ。ナダルに上げすぎ。え、まあ、だからそのナダルは、うん、テレビで来てくれたとかいろいろね、うん、してくれるわけだから、うん、プラスの価値ありますけど、うん、もう小沢さんが来てももう俺がのことを見てる人ほぼ変わんないからな、別に。いや、そんなことないよ。あとやっぱそのなんで俺が渡さなくなったかっていうと、これ前も話したけど、うんうん、やっぱりその一個決定的なこと。やっぱり何一発目はすんなり渡したよ、小沢さんに。まあすんなりだったかな、ね、渡したけど、うん、やっぱりそのそれを一切着ない、言われるまでずっと何ヶ月も着ない。はいはい。で、しまいには寝巻きにするって言い出す、うん、で寝巻きに、それはもうあげたくなくなりました、うん、2回目で。もう寝巻きにするって言って、静かにして静かにして、今光ってるからこっちは。バケだ、バケ。ビッグ、あ、もういいや、打っちゃったからいいや。ほらね、ほらね、ビッグに来たのよ、ほら。え、ちなみにですけど、あのパジャマにするって言ったのは奥さんですからね。だからもう、もうそういうことよ。奥さんでやったことはあなたやったことだから。奥さん、あ、奥さんじゃねえ。おぉ、いけた。お、使った。どうしよう、使おうかな。もう行く？非常にね、バケっぽいんですよ。まあね、確率がね。そう、回数がね。だからここで一回当てとかないと。でも外したら結構もうやばいよ。そしたら伊地さんに頑張ってもらって。ふざけんなって。
でもこの確率ビッグ12回レギュラー4回だったら、まあね、普通に考えたらね。ちょっとレギュラーで使っていいですか。いいですよ。じゃあここ最後になりますからね。うん、スペシャルゴーゴーチャンス使います。当てに行くレギュラーで、はい、逆に当てたら楽でしょこれ。まあ、楽でもないけど、まあまあ頑張んなきゃいけないけど、まあ当てたい。横はいや、もうビッグです。ビッグです、小田さん。もうその止まりはビッグです、小田さん。もうやめてよ、もうさ。小沢さんやめてよ。伊勢さん頑張って。もうマジで余計なことしてくれるわ。頑張って。はいはい、来ました。まだ使えません。はい、いいやね。俺も狙ってみよう。俺の1回転目、ね、ビッグ狙うやり方ね、うん、いただきますね。いただきます。お客さんからいただいた。大丈夫か、変なも入ってないかな。やめろよ。え、そんなこと言うなよ。そんな簡単に信用しちゃいけませんか。よく飲んでから言ったのじゃ。はい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 、おい、はい、自力でね、自力で。素晴らしい。ここをビッグ行ってもいいな。一回ゴーゴーかもあるかもしれない。一回待つわ。はい、ビッグゴーで今バケ4回なんで、はい、一旦ここビッグ来そうだけど、うん、一旦待ちます。はい、あ、よかった。おお、よかった。今5、5、7、並んだんで次使います。次使う。ビッグ5、バケ5なんで、はい、次ビッグ先行してくれということで。なるほど、ビッグ使います。ここで来ます。行きます。ビッグスーパーゴーゴーチャンス使いますか。スペシャルゴーゴーチャンス、スペシャルゴーゴーチャンス、ビッグで行きます。はい、宣言した。はい、あ、いいですよ。はい、おお、はい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 、でかい。いいぞ。ありがとうございます。これはでかい。これはでかい。正直実際のやつちょっとバケだと思ったわ。本当に、うん、素晴らしい。お前ドキドキはしたけど気持ちでいったよ。気持ちで、いや気持ちでいったね、マジで。気持ちで押し切った。はい、おお、はい、いいぞ。いいですね、いいですね。はい、あ、まあまあバランスがいい。ビッグとバケのバランスが非常に素晴らしい。ビューティー。おお。村西監督じゃないですよね。はい、お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。じゃ似てるね。いけるね。ちょっと続かないな。はい。おい。はい。こっちでした。そっちだったな。こっちでした。はい。ノリノリだ。あら、ゲーバー、ゲーバーでした。ゲーバー、ちょっと悔しいんじゃないですか。ちょっと悔しいですよ、それはもちろん。久しぶりにバケクイズどうすか。大丈夫です。いやいやいや、でもちょっと悔しいでしょ。やります。じゃあ、うん、久しぶりに。やっぱりバケクイズというのは、うん、僕がバケの引いた時に、うん、その悔しさを紛らわすためにやるクイズなんですけれども、はい、私がとある言葉をバケと言い換えておりますので、うん、それが何の言葉なのかを皆さんに当てていただくというクイズになっております。伊地知弘樹のバケクイズ、はい、それでは参ります。はい、バケクイズ、うん、どうもーってピスタチオです。よろしくお願いいたします。突然なのですが、本日は皆様も知りたがっているであろう私の好きな食べ物を発表したいと思います。ようやく聞けるのですね。皆さんも興味津々だと思います。ぜひお願いいたします。それでは発表します。私の好きな食べ物はブルル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 
バッケ。いや、なんの、あ、すごいですね、よくわかりました、ね、いやいや、わかるわ。もう多分みんな 5,6 年前のが忘れてると思ったんですけど、よく覚えてましたね。いやいや、本人は覚えてるよ、そら。そうですね、そう、あなたの隣で何のって言ってたの僕ですよ。あ、あなたか。そうですよ、覚えてないですか。す、僕が忘れてました、それ。あ、そうですか。こんな顔してたっけ。そんな顔してる。ちょっと一回カメラ見てもらっていいですか。こんな顔してますよ。そうです、だいぶ太られたんで、ちょっとごめんなさい。昔の写真ちょっとこの辺出しておいてほしいんですけど。そうね、だいぶ太られたんで、ね、当時より。はい、ちょっと分かんなかった、ごめんなさい、すいません。5キロぐらい増ということで。いや、10キロぐらい多分いってます、10キロぐらい増しましたんで、私も。こんな顔してたんですね。そうですよ、すいません、忘れてました。そうですよ。いや、ちょっと私も、伊地知さんもこのコーヒーから調子良くなった感じだったんで開けますわ。はい、ありがたい。おびんみ、よし、出ました。小田さん、よく食べ物食べたら、うん、おびんみの一択で、はい、何食べても感想はおびんみって一目に行くっていうのを、はい、一本型でずっとやってるじゃないですか。もちろんです。知ってます、小田さん。何ですか。この間の先日の僕、長崎で一人でロケした時もそうなんですけど、うん、はいはい、たまに一人でロケだったりなんかにやらせてもらう時あるんですけど、はい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 、高確率で僕もそれ使ってるの知ってます。え、そうなの。ええ、え、高確率で僕も食べたらおびみやるの知ってます。あ、そうなんですか。はい、やりますやりますやります。堂々とパクってるんですか。はい、普通にやってます。はい。そうだったの。しかも結構な高確率で。全く知らなかった、それ。結構な高確率で。地方とかの番組で多分小沢さん見ないなって思ってるような番組では結構やってます。光りました。はい、光りました。おびみパワー。おびみパワー。やってんのかい。光りました、それは。いいよ。さあ、いいね。つか、ビッグの確率やば。やばい。ビッグ14回、バケ4回。うん。すごいね。ちょっとビッグに偏りすごいんだけど。はい。お。いいですよ。いいですね。お、真ん中から。はい。おい。アリトゥース。アリトゥース。私もビッグ引いてなくなりかけて。またビッグ引いてみたいな感じなんで。追加なしですね。追加はないんだけど。投資はじゃ、いくらだったっけ。8000円。8000ね。そうだ、増えてないのよね。僕すごいこと起きてます今。何ですか。8連チャンしてます。え、すごい。100回転以内で。え、すごいしてるっけ。素晴らしい。いい台座りましたね。合算が92分の1なんで今。あら、あー、強いね。でももう騙されないですよ私は。子役も数えてないんで、もう騙されないです。確かにそうだ。前々回、はい、開いてんで、そういう台で、はい、ここから2000枚ぐらいまで行きました。2000枚ぐらいまで行って、うん、一気に負けましたから。そうだよね。もう信じないですよ。でも今日残れないから、いずっちゃん。そうです、今日残れます。ほら、よかったよかった。今日アパレルがあるんだ。はい、そうそう。最近のね、私のね、ここ1週間ぐらいの、うん、仕事振り返ってみたんですよ。はい、雑誌の取材、うん、とアパレルのお仕事と、はい、グルメ番組と、うん、あとパチンコのお仕事と、はいはい、ホスト雑誌の取材が入ってますんで、はい、お笑いの仕事ほぼないっていう。でもグルメリポーターはまあロケですもんね。あ、そっか、うん、グルメ番組でおびみってやったから、うん、そっか、それはそっか。お笑いか。それ俺のなのよ、だから。俺のなの。いや、相方のじゃ、じゃあそんなことピスタチオの仕事。はい、光った。お願い、ここ大事。あ、まあ、そう、まあ、それはね、それはそう、それはそうよ、ここまでビッグ。それはそう。俺ちょっと思うわ。何。ちょっとこれを見てるね、もし後輩だったり芸人だったりいたら聞きたいよ、俺。何。こんなコンビ俺らしかいないと思う。何。この間ネタ合わせしてさ、小沢さんとさ、うんうん、新宿のカフェが混み合ってて、うん、30分か1時間ぐらいウロウロしたじゃん、小沢さんと。はい、はい、はい。その合間何したか覚えてる、小沢さん。なんだっけ。2人でスクラッチ宝くじやるっていうね。やったね。やりましたね。俺いないと思う、俺。まあいないだろうね。14年のコンビで、10年超えたコンビで、うんうん、2人で
クラッチ駅前のスクラッチ10枚ずつやるっていうコンビ。そうだね、10枚ずつ買ったね。10枚ずつ買って、うん、ダメーとか言ってやってるやつはいダメーとか言って。俺らしかいないよ絶対あんなの。実際なんて言ってたか覚えてる？ちょっとわかんないです。あの6マスでしょ。はいはいはい、やっぱ一個ずつこう削っていくのよ。はい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 、ドキドキしたいから。はい、でも伊地さん俺の削り方見て、はい、その削り方ムカつくって言ってたギャルみたいな声で腹立つ。なんでお前その削り方、腹立つ削り方したんだもんね。なんか伊地さんもさっき白状してくれたんでやっぱ気になってるんですけど、はい、あの長崎の番組で帯に使って、はいはい、一人の時結構高確率って聞いたんですけど。高確率、はい。例えば他にどんなところで使ってるんですか？まあ、この小沢さんが多分見ないだろうなっていうような場面では結構高確率で。あ、ちょっといいな、まあ、しときゃいいんでしょ、うん、みたいな感じ。いやいやいや、そんな雑誌調べ向きゃいいんでしょみたいな感じでやってます。やめてよ、ね、やってたんですね実は、はい、帯見いいよ、まあまあ結構ウケるからね受けてる、結構ウケるよそんなさあーってなるから、うん、雑な言い方しないで。いいね、結構ウケるからねあれね。あとやっぱあの帯見だけで、やっぱその帯見やった後に、はい、いやびっくりしたんですね周りの人とか何か分かんないから急に、うん、食べて帯見、うん、はい出ました、帯見これなかなか出ないんですよ。これ出すってことは本当に美味しい時ですからね。ここまでセットでワンセットでやりますねえ、パック作ってるじゃん、もう、はいはい、バリューセット作ってるじゃん、帯身のフォローまで入れます勝手に、はい、小沢さんのなんかよくやるボケみたいなのあったりします？なんもない？お決まりボケ、帯身みたいなさ、お決まりボケみたいなあります？なんだろう、あ、伊地さん気づいてるか分かんないけど、はい、急に名前呼ばれた時とか、あ、使った。お、いいよ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 、これ化けっぽいね、やばい、ね、そうね、これはやっぱ確率的にね、そうね、ここからちょっともう化けだよね、これは。はいはい、ちょっとドキッとする、急に名前呼ばれた時とか、カメラ回ってて、カメラ回っててとか、まあ、ライブ中とか、小沢って言われた時、そう、はいはい、あたす、あ、やるね、うん、ってやるね、あたすっていう、やるね、やってるわ小沢さん、うん、腹立ってきた、なんでだよ確かにやってるわなんでだよ、あれ結構やりますね。おいおいよ、いいよ、頼め、あー、まあそうだよな、そうね、ここから、そうなの、ここからバケのおしが来るから、ここからこうなりそう。あの、伊地さんあれだよね、はい、俺と二人の時の方がボケるからね。どういうこと？あのだからカメラ回ってない時の方がボケるでしょ。そう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 、うん、俺と二人でその歩いてる時の方がボケるよね。そう、お店で、はい、なんだろう、その個人商店みたいな、はいはいはい、例えば、なんだろうな、人の名字がさ、はい、名前になってる中、ブティック新山みたいな、はい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 、お店見つけた時に伊地さんが絶対言うのが、はい、あ、ブティック新山ここにあるんだそれやりますね、やるよね、それやる、それもう小沢さんと言うときってもう、もう、うん、もういつでもやってるそれで、俺が知ってんの、はい、って言うと、いや知らないっていうやつやるよ、ね、それもいつもやりますよ、ね、あれとかなんで外のロケ行った時カメラ回ってる時やんないの？あ、だその、うん、本当に考えてないボケだからそれは、うん、やっぱロケの時はちょっと考えたボケしちゃうじゃない、うん、だからなんだろうね、やっぱそういうことか勉強になります、すいません、何勉強になります、何何、それやればいいですね。いや、それやってくださいよ、やっぱ、あ、それですね、うん、あと20分ぐらいでしょ。そうですね、大チームはないの伊地さん。まあなあ、あるんだけどね、それいいんだけど別にそれでも、うん、もうちょいやろうかなと。おー、光った、いや95、
頼む。まあそうですよ。そうですよ。結局でもあと1。そういう台に座っちゃったんだから。そういう台、確かに。でかおお、気づいた。気づいちゃった、気づいちゃった。あれ、意外。あれ、何さんですか。ペッカちゃんです。出た出た。最後39ポイント目が確率ノッチ来ました。素晴らしい。はい、ありがとうございます。素晴らしい。ポイント達成。444回転です。素晴らしい。444で達成ということで。達成です。ありがとうございます。これでもね、うん、ポイントは達成しましたから。達成しました。あとはもう自分との戦いです。はい、残り15分。なんかすごいね、シーズン2の最後のポイントのあたりが確率の地。確率の地いいね。いいですよ。サードに向けていい流れだね。そうですね、これありますね。あるね。2人ともゴーゴーチャンス外したらきつかったんだね。いや、そうよ。でもそれでよく勝ったんじゃないですか、ポイントは、ね。うん、すごいと思います。はい、おお、おめでとう。ありがとうございます。うん、バランスがいいもんね。うん、素晴らしい。88。ちょっとこのラストで追加投資があるかも。やばいですね。やばいよこれは。いやですね。本当にやだ。やだね。本当に頼む。最後それで終わるのやだな。最後この最悪です。エタスパタツのボス追加投資で終わるのやだな。やだな。あと10分ギブって来てる。どうせギブで終わるってもありますよ。そのギブで終わるのエトスパトスのボス最後打たないで締めくくるという。本当あれですね。まあどうするかで、それは小田さんが正直性格悪いですよ。終了って書いてくれりゃもう終われたものの、まあでも時間はね、あと10分あるんで、どうするかです。行くんですね。行きますよ。行くんですね。そりゃ僕は前回すんなりギブしましたけど、ね、僕はすんなり2つ返事で、ね、はい、やめます、はい、やめますってちゃんともうそのスタッフさんの目とか気にしないでも、うん、すぐやめましたから僕は。あと10分っすよね。7分。俺大チェンしようかな。ここに来て、ここに来て。だってビッグ多分来ないでしょ、確率的に。正直わかんないけどね。それは最初からだけどね。そう、そういうのに座ってるか。あなたがポイントをさ稼ぎたいがためにこの台座ってたけど、いいですか最後。違うでしょ小田さん。何、時間稼ぎでしょ。違うよ小田さん。時間稼ぎだったらギブ。時間稼ぎだよね小田さん。そんなこと言って時間稼ぐだけでしょ。この席行きます。もうすっとビッグ来そうだから。そう、バケ6のビッグ4なのよ。ここで2回光ったら、2回ビッグ引いたらすごくない？伊地さん。いやすごいよそれは。ねえ。はい。おお、いいぞ。ここでビッグ来い。いいぞ。はい、おお、光った今、見て見て、ツノッチが、ツノッチが出てきた。ツノッチが出てきた、またツノッチがまた祝福に現れた。ツノッチがまた祝福に、すごいな。88回転で祝福してくれて、最後にツノッチが、最後にグランドフィナーレを、ツノッチが最後、ね、綺麗に最後、ツノッチがまた88回転で祝福しに来ましたよ。なんか伊地さんのやつももう1回ぐらい来そうだね。ねえねえ、
100回転以内には来そうだけど、うん、ただ時間的に100回転回せるかどうかっていうそこですね。確かに。おお光った。おい来た。ここ化けだったら面白いからな、小田さん。あ、ビッグ。おビッグだ、ビッグだ。ちょっと今すいません、外しちゃいました、申し訳ない。焦ってますね。焦ってる。あーやばいやばいやばい、焦ってますね。もう一回欲しいわけだから。ここからスノッチは出ない。スノッチ出ない。スノッチ出ないね。スノッチ出ない。ここからラスト。おお。しかも遅れ、めっちゃ遅れです。遅れびかり。こっからラスト1回。小田さん見てください、はい、小田さん。ええ小田さん見てください、小田さん見てください、小田さん何て書いてますか。ラスト1回行きたいですよね。ラスト1回行きたいですよ。何ですか小田さん。ちょっと待って、俺初めてやるけど、はい、そう、ケンコバさん風に言ってみるわ、はい、正気ですか。ちょっとわかんないです、小田さん。え、そ、ちょっとわかんないですよ、そのモノマネは。正気ですか。終了って書いてあります。正気ですか。正気ですか。お兄さん、お兄さん、終了って書いてあります。消した。あれ、消してなんて書くんだ。消してなんて書くんだ。消して消してなんて書くんだろうな。ビッグ終わるまではいいよ。え、いや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 、なんて書いてました。ビッグ終わるまではいいよ。だってだからあのここでね、やっぱ出ましたよ、小沢さんの真面目なところ、うん、それ言いながら一切打たないっていうね。僕だったらちょっとでも打ちますけど、一切打たないですよ、小沢さんは。やっぱ真面目です。延長できないのにちょこっとだけ延長するか。ちょっとしようかな。最後延長しますわ僕。うん、俺もするわ。ちょっとこれ100まで2人で延長する。うん、じゃあ2人で延長しましょう、ここで。はい、ということで、じゃあちょっとどっちみち終了で。終了で終わりました。さあ実践が終了いたしました。終了いたしました。お疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、まあ結果から発表いたしますとね、はい、39ポイント、お見事達成。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと1店舗目、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ね、1店舗目ちょっと厳しかったですけども、はい、見事大逆転。はい、これは良かったんじゃないですか。ありがとうございますね。うん、小沢さんが最初外した時はね、うん、どうなることかと思いましたけど、そうスペシャルゴーゴーチャンスを私は外して、はい、もうこれはダメなんじゃないかっていう感じになったんですけども、はい、なんとか最後に小泉さんがもう持ち替えましたね。ペカ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 していいですね、うん、最後すごかったですね。スノッチの推しが来ましたね。来たね、炸裂スノッチがいっぱい現れまして、なんか素晴らしかったね。最終回にふさわしいなあたりを、ちょっとほんと涙が、うん、私の中サライが流れてましたずっと。すごいなんかね、涙が、なんかでも確かに感動的な終わりではあった。そうですね、一方で私はですね、はい、もうラスト10分で、はい、なんかギブでもいいぞみたいな、はい、なんかちょっと上から言われて悔しくなって、はい、行って最後に台を変えてね。そう、台を変えて、はい、ビッグ2回だっていう時に、はい、ペカってなって、ビッグ1回、サード1回だってなった時に終了という、はい、終了ということで、もう本当にね、はい、なんだろう、胸クソ悪いね終わり方が。だからもうあれですね、最終的に終わりましたけれども、うん、今回がシーズン2最後ということになりましたけれども、はいはい、2人で延長ということで。延長でございます。私この後ケツガルにもかかると延長しますので。そうで、言ってたよね、これがリアルスロットですから。そうです、そうです、もう仕事そっち抜けにして一旦、はい、残るということで、これがもうね、うん、神髄ですよ、リアルスロットの。そうね、はい、うん、でもまだまだ終わらせる気ないんで、はい、うん、やっぱりね、シーズン3行きましょうよ。シーズン3ありますね。あります、あります。まあとりあえず、うん、わかんないです、まだ、まあちょこちょこね、僕コモナチャンネルももちろん見させてもらってるんですけど、はいはい、生配信をいっぱいやってますんで、うん、どっかしらのタイミングで、うん、まあ行きましょう。そうね、行っちゃえばいいんだよ。行っちゃったら、うん、多分出してくれるし、うん、行っちゃったら出ちゃうし、うん、俺らもそれは あると思いますんで、ということで、まあ、皆さんね、その生配信、うん、勝手に言いますけども、そちらの方もご覧ください。よろしくお願いいたします。出ます、それはもう出ます、うん、それはもう出ちゃいます。うん、出ちゃいます、うん、それよろしくお願いします、はい、というわけでですね、はい、こちらの番組面白いなと思ったらチャンネル登録、はい、そして高評価、あとコメントの方ね、はい、ぜひよろしくお願いします。終わらないでというコメントお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。ぜひ、はい、
次のオープニング迎えられますように願っておりますので、うん、よろしくお願いいたします。皆さんの力と声援をください、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、というわけでまたお会いできることを期待して、また見てね、また見てね。